の記憶？ここは俺がリフィアと初めて出会った場所。ラルク？リフィア、俺がわかるのか？どうして来たの？私、イグナーツのコード変換を受けて、ラルクのことも忘れて、ずっとここで眠るつもりだったのに。無責任なこと言うな。お前が俺を、イーサのコタのなんだろうって、わけのわからないことに巻き込んだんだろう。ごめんなさい。でも、他に責任の取り方がわからないの。私が信じていたイマジナル神の定理は、原種を切り捨てる定理だった。リアルの定理は世界を結晶化させてしまう。ラルクはどちらも選べないわ。選ばなきゃいい。誰が、どちらかを選ばなきゃいけないって決めたんだ。でも私、新種を見捨てることができない。ラルクに触れようとするたびに見えたシムマフの、お父様の幻。あれが真実なら、お父様は新種のための世界を作ろうとして自分をログレスに。新種も原種も見捨てない。え？イマジナル神もリアル神も原種を見捨てるなら、俺が新しい定理を作る。イーサ神にも頼らない。人の未来を人の手に取り戻すってのは、そういうことだろ？ラルク、綺麗な世界が見たいんだろ？だったら作ろう。それが責任を取ることになるんじゃないか。神の力を借りずに世界を作れるの？わからない。でも神の代わりに人がいる。みんなの力を借りられる。それに俺は自分のしたことに始末をつけられる女が好きだ。俺が好きなら責任を果たせよ。手伝ってやるから。ラルク、私、あなたが、我らは新種を救おうとしたのではない、人を救おうとしたのだ。今もその意志に変わりはない。リフィア、我が最愛の娘、どうか滅びゆくフルヘイムに未来を。おかえり、リフィアちゃん。こう見えてお姉さんも心配したのよ。みんな、ありがとう。たく、世話かけさせやがって。皆の様子はコンソールから見えていた。とにかく無事で何よりだ。見てたのか。あら、今さら照れなくても、私たちは特等席で見せてもらってたわよ。何だったかしら、ほら、俺が好きならとかなんとか。うるせえ。しかしログレスが元は人間だなんてな。今だって人間を濁流に変える研究があるんだから、不可能な話じゃないのかもしれないが。てか、リフィアのパパがシムマフって計算合わなくない？ログレスが地上の保存を浄化するために作られたなら、千年前の濁流降下の頃ってことでしょ？生まれてすぐのリフィアちゃんもセシルたちと同じように子守歌で眠りについたんじゃないかしら。そうかもしれません。私、子供の頃の記憶はとても曖昧だから。しかしこの後はどうする？もはやホゼアには会えぬし、会わない方がよかろう。保存を消さずに無効化させることはできねえのかな。まさか、そんなことが可能ならとっくに新種が研究してるんじゃないの？ううん、新種には保存を残すメリットがないもの。イーサ神がイマジナルの定理を受け入れれば保存は消える。つまりまだ誰も検証してねえってことか。オイゲン、
ここがコード変換のための場所なら、保存のコードを変換するための資料みたいなものがないか見てみよう。資料はあるようだ。しかもつい最近、何者かがこの資料にアクセスした形跡がある。新種の ID がなければアクセスできないはずなのだが。こんなとこの資料を調べる新種、まさかティノス？いや、カーライルという人物だ。カーライル？バイス様が言ってたカーライルに関係があるのか？人の未来は人の手に。ラルクがそう言った時に出た名前だもの。偶然とは思えないわ。カーライルってやつがどこにいるか分かればいいんだがな。とりあえずこの資料はコピーを取っておく。まずは飛行艇に戻ろう。ああ。回復アイテムって慢性疲労を癒してくれるのでしょうか。眼性疲労や深爪、腰痛や頭痛、心の青あざまでも。わからないけれど、そうなの？いえ、そのコピーにはわかりません。わからないわよね。私にもわからないの。何かご存知などですね、リフィアさん。あざなら癒してあげられるかもしれないわ。私に見せてみて。いえ、その心のあざですから見せられません。そうなのね。でもあざができたのだからとても痛かったのよね。それはそれはとても。あれは僕の親友が泥付きのまま空から降ってきた日のことでした。大変な日だったのね。朝の綺麗な日でもありました。素敵な一日だったのに台無しになってしまったの？出会いは素敵でしたが、別れは辛いものでした。コピンはあれ以来。ああもう、わけわかんない会話してんじゃねえよ。ほら、道草食ってないで先を急ぐからな。はいはい。ここでもないか。
ニコル兄貴、みんな。ニコル、みんな心配してたのよ。ニコル、戻ってくれば。俺、今レジスタンスにいるんす。だから戻れないっす。レジスタンス？アルス様が即位されてから帝国は変わったっす。新帝国憲章ってのが作られて、少しでもそれに背いた人間は例外なく罰せられるんす。その新帝国憲章ってどんな内容なの？いろいろっすよ。例の使用制限に、水や食料の配給制、ゴミを一定量以上出してもダメです。勝手に外出するのも禁止、町の外に出るのも禁止。一番ひどいのは、町の人間の定員を決めて、それを超えた住民は、どうなっちゃうの？わからないっす。帝国兵がどこかへ連行していって、それっきり。めちゃくちゃじゃねえか。それとアルス様は兄貴たちを賞金首として手配してるっす。帝国の町にはうかつに入らない方がいいっす。それじゃあ。それじゃって、どフェリスにレジスタンスの連絡所があるっす。そこに戻らないと。待てよ、フェリスまで飛行艇で送ってやる。え、けど。送らせろ。は、はい。じゃあ俺飛行艇で待ってます。フェリスって確かディアマントの南西だよね、砂漠。あ、そうだ、頼む。どうかしたか？そうよ、ラル君。私はとても嬉しいと感じているの。何がだ？こうしてみんなと旅を続けられること。厳しいけれど、まだこの胸に希望を抱いていられること。他にもいろいろ。いろいろって何なんだよ。それは、あの時あなたが言ってくれた言葉が私を支えてくれているの。ねえねえ。なーに、お嬢ちゃん。ほーら、そこ膨れてない。そういう反応しちゃってると子供を卒業できないぜ。まだいいもん、若さを謳歌してやるもん。謳歌ってまた。セシルの言葉遣いって妙な古臭さが混じらない？あ、私か？気づかなかったな。紳士ってのはみんなそういう話し方してんのか？いや、そうとも限らんが。リフィアも少し、というより相当変わってるわよね。あの子は本物の箱入りだからね。どうしたらあんな子に育つのかしらね。おやおや、興味がありますか？女性的な視点ではなく、学術的な観点からね。ま、今はそうしておきましょう。ええ、そうしておいてくださるかしら。兄貴には感謝してるっす。
何なんだよ急に。だって俺が正規軍の先輩たちにいじめられてたとこ助けてくれたじゃないですか。あれはいじめじゃねえ、お前がヘマして叱られてただけだ。じゃあなんで助けてくれたんですか。傭兵を引き合いに出して見下すようなことを言って説教してるから文句つけてやったんだよ。その隙にお前が逃げただけだろうが。ネチネチしつこい先輩だったんで本当助かったっす。兄貴には恩義があるっすよ。何でも都合よく解釈してんじゃねえよ。貴様、貴重な水を盗むとは。母が病気なんです。配給された水だけでは母を癒せません。どうか水を。ならん。アルス陛下の神宝を忘れたわけではあるまい。老若男女病人を問わず全ての人間は法の秩序のもとそれに従わねばならない。法を破りし者は何人たりとも裁かれる。そんな陛下の法を犯した貴様は犯罪人だ。天津さえ抵抗するとは不届きな。直ちに連行後死罪とする。そのぐらいにしとけよ。邪魔立てするなら貴様らも処刑台送りだぞ。なら先にお前を処刑してやろうか。覚えておけ。大丈夫ですか。ありがとうございます。でもこんなことをしたらあなた方の立場が。ノープロブレム。人助けは勇者の基本だし。ニコル、そうか、この人たちもレジスタンス志願者なんだね。え、あ、いや、兄貴たちは。そうだニコル、カザフがお前を探していたぞ。カーライル博士から連絡が来たんだが、その件でお前に聞きたいことがあるらしい。じゃあ皆さんもまた後ほど。カーライル博士。ああ、はい、俺たちの仲間なんすけど。あら、それはいい話を聞かせてもらったわ。ニコル坊や、私たちもご一緒させて。え、だけど私たち、カーライルさんという人を探してるの。頼む。わかったっす。とりあえず宿屋に行きましょう。ニコル、無事だったか。ん？その人たちは？ああ、レジスタンスに入れてください。子供の遊びじゃないんだがな。兄貴たちはすげえ強いっす。アルス陛下が手配してるラルク・ブライト・ラグーンってのは兄貴のことなんで。あんたがラルク・ブライト・ラグーンか。共和国じゃ死神呼ばわりされてたそうだな。あんたがリーダーか。いや、サブリーダーだ。ところでラグーンさん。ラルクでいい。ならラルク。あんたたちが本気で俺たちの仲間になるって言うなら頼みたいことがある。こっちも無条件ってわけじゃない。ここにいるはずのカーライルって人に会わせてほしい。カーライル？そういえば博士からの手紙にあんたを探してくれってのがあったな。知り合いなのか。まあそんなところだ。よし、カーライル博士にはすぐ戻るよう連絡をつける。だから力を貸してくれないか。リーダーを助けたいんだ。どういうことですか。俺たちのリーダーが帝国正規軍に捕まってしまった。
リーダーの命と引き換えに投降を迫られている。リーダーが捕まるなんて随分情けないレジスタンスね。俺たちの作戦行動中、帝国軍にアジトを吸収されたんだ。仲間たちも奮戦したんだが、敵の指揮官が相当腕の立つ男でかなわなかったらしい。しかしよ、助け出すってどうすればいいんだ。俺たちのアジトはこの近くのヒルベルトって廃墟にある。ああ、確かバネトゥーがいた。リーダーもそこにいるはずなんだが、敵が多くて話にならない。俺たちが陽動作戦で奴らを引きつけるから、その間に私たちにリーダーさんを助け出すようにっておっしゃりたいんですね。ラルク、ここは勇者道を極めるチャンスでしょ。もちろん引き受けるよね。わかってる。その代わりカーライルの件は頼むぜ。了解した。ニコル、カーライル博士の件は任せるぞ。あ、はい。雑草としちゃって、ニコル君、なかなかいい感じでねえの。ラルクの元から離れ、怠惰や欺瞞へと傾く自身への国旗心が芽生えたのだろう。懸命に動いていれば、嫌なことも忘れられるしね。疲れ果てて眠ってしまえば、余計なことも考えなくていいし。危険なお嬢さん、また随分と意味深な発言ですね。そうかしら。ニコルにはニコルなりに果たさねばならぬ償いといったものがあるのだろう。償いね。アンニャロには似合わないが、ま、しゃあないか。罪の意識に突き動かされているのだとしたら止めてやりたいわね。きっと無理でしょうけど。ニコルはまだ若い。自分なりの結論を見出すのに必要な時間は十分だろう。あんたもじゃないの、レスリー。そうかもしれないわね。ログレスに変える技術があっただなんてね、驚きだわ。ええ、私の父ハーデルは解放のシムマフとなった。あなたのお母様シエルさんとハーデルさんとは素敵な関係にあったみたいね。千年の時を経てログレスへと姿を変えながらも。そうなのかしら。きっとそうよ。だってお母様はあなたにシムマフに会うよう言ったんでしょ。それが証だと思うな。
だこいつは。やるしかないか。みんな行くわよ。頑張りましょう。終わらせ。はーん、一斉来たれ、天からの裁きよ。水の小骨たちよ、お願い、蹴散らして。ジオインパクト。やるしかないか。みんな、行くわよ。嫌な予感がするぜ。何か来るわ。私の勘がそう言ってるわ。危険な予感がします。それそれそれ。やるしかないか。勝負決めちゃいましょう。見せてやる、風の刃よ、切り裂け。やるわ、荒ぶる波動よ、すべてを飲み込め。体を巡るこの感覚、ログレスの力か。勝負決めちゃいましょう。倒れるわけには。それそれそれ。爆炎よ、荒れ狂って。油断はできないな。みんな行くわよ。頑張りましょう。光よ、降り注ぎなさい。はーん、一斉。水の子供たちよ、お願い、蹴散らして。ジオインパクト。決めちゃいましょう。やるわ、水流よ、貫け。行くぜ、天雷を切り注げ。さあ、先を急ぐぜ。